本日的な相場は非常に面白くて、本当ビットコイン一極集中で、他のとこは特に朝の5時ぐらい、ここら辺でカッツン長い値つけてやられてるんだけど、ビットコインが上がって時価総額がこれだけ増えるというのは、いかにあれですよね。やっぱりどうしてもビットコインに。はい、だ、2019年6月27日、本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場交差します。順番に仮想通貨の時価総額から見ていくと、えらい跳ね上がったな、アメリカドル換算の367ビリオンと。ただ全体的に見るとマイナスがずらーっと目立って、上がっとるのはビットコインの 7% ぐらい、イーサーの 2% ぐらい。それにあれですね、時価総額19位にフォビグローバーのフォビトークンが上がってきて、これが 6% 弱ぐらい上昇、その3銘柄だけですもんね。おそらくビットコインが上がっとるもんで、やっぱそこら辺にあれでしょうね、資金が集中しとるんでしょうね。ここら辺はまあある程度相場見通で大体は知っとるんですけど、面白いですね。これぐらいの上昇で時価総額がこんだけ上がってくるんだって、それよりあれですね、フォビが時価総額上げてきたところでかいですよね。これで取引所のネイティブトークンがバイナンス含めて2トークになったところですもんね。時価総額19以内で。はい、とそれでは日本円換算の時価総額いってみると、こっちもガッツ上げましたね。39兆4891億と。ドル円に関しては相場が本日は多分ドルの方に傾いとるはずなので、そういう影響だけじゃないですよね。単純に軍資金がゴボッと入ってきたんだろうなって、まあ、そこら辺を想像しつつ、時価総額1位のビットコインからいきましょう。まあ、大体知っとるからあれなんですけど、やっぱこれあれでしょうね、ビットコインにこれだけ前日比で 7% ぐらい上がったっていうのは、多分ここに軍資金が入ってるもんで、ね、時価総額が思いっきり跳ね上がってたんでしょうね。それ比率が違いますもんね、やっぱ時価総額1位でこれだけ信用されとるところで。チャートへ話戻すと、20名、120名ともに角度さらについてきて、これ拡大するともっとでかいんですよ。で、ローソクも高値更新して、まあ本当言うことないですよね。逆に気持ち悪いですよね、ここら辺まで上がると。こういう時が一番あれですよね、本当売るタイミングで気を引き締めなあかんっていうところで、まあもちろん週足20名、ローソク触るまではこんなもん絶対放置ですけどね。冷やしていくともろですね、こっちは。120名はそこまで角度変わらないもん、20名急角度ついてきて、それもそうですよね。ローソクもこんだけ帰り離れて、連日ほんと高値更新して、特に昨日が長い足つけとるのが、それは上がっていくわってとこで。ショートを焼いとる部分がでかいでしょうね。ビットコインは他に比べて多分、ロングだけっていう金融商品が少ないはずだから、各取引所。レバレッジや証拠金なんかあるんで、多分焼いてっとるのはでかいんじゃないかなと思うんですけどね。で、4時間行くと、ここもそうですね。夜中に1回ゴボッと高値つけて150ぐらいまで行ったんですか。そしたら次の時間でゴボッと下がって、一時期あれか。130割れぐらいまで行ったんだ。ただ現在は戻して140ぐらい推移と。で、4時間足にしてこれだけ乖離が離れとるかでかいですわね、20MAので。これで遡ると6月の21日ぐらいから1週間ぐらい 20MA に触ってないってことですもんね。そう、上がってくわってことで、冷やしじゃないですよね。これ4時間足ですよね。冷やしの 20MA はここですよね。どれだけ安全圏内にあるかっていうのはよくわかりますわね。はい、ということで次は、イーサー。25MA、7MA、特に角度変わらないもん、ローソク高値更新して、25MAの角度があれですね、弱いってぐらいですよね。ただ 7MA は角度じわじわついてきて、まあ順調だよなって素直に。唯一あれですね、イーサとビットコインだけ上げていくっていうのも、もう開発支持しとる人にとっては多分嬉しいニュースでしょうね。気がしいくと 25MA、 7MA 特に角度変わらず、ただローソク的にはほぼこれ1週間ぐらいプラスで、マイナスつけた引いててもこんだけだから、それは上がってきますよね、じわ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 と。 7MA に角度ついてきたのも当然ということで、4時間いくと 25MA 角度変わらないも、 7MA が緩くなってきたんですか。というのは今日の朝方5時で割と長いのつけて、瞬間的に 25MA 触るぐらいまで安値切り下げたんですか。これビットコインと多分下がったとこ一緒でしょうね。カッツン上がって高値つけていったら次の時間にポコーって打っていったって、多分どっかの取引所のエラーとかそういうのはないか、単純に利確していったんじゃないかなと。やっぱ上位が動くとこんだけ時価総額が上がるんだなというところで、同じパーセントでもそれはね、割合が違えばというところで。はい、じゃあ次はリップル。こっからは珍しく全部ずらっとマイナス銘柄ばかりで、なんとかあれですか、 25MA が少し角度ついていたところですね。 7MA に関しては角度変わらずに高値だけですね、本当に欲しいのは。ただ直近の高値に近いところまでは上げとるんで、なんとかいいんじゃないですかねって個人的には思ってるんですけど、これぐらいないとさすがにロングの旨味が出てこないので、やしいくと、25MA、7MA 角度変わらないもん、現在はローソクが 7MA に触りかけとるとこっすか。数日前の高値更新してからそれから、じわじわ右下へ下げとるとこですね。4時間行くと 25MA が水平やや右下になって、 7MA 右下向いて、こちらもそうですね、朝方5時に長いのつけて 25MA 下抜いてったと。ここら辺が売られるとこだけど、それまでの貯金がでかすぎたんで、ビットコインは前日比でプラスになっとるとこですかね、単純な個人的予想ってとこで。
はい、で次はキャッシュ ABC。 週足25目7目特に角度変わらず、ただローソク時代は一応買い離れて高値更新しまではいかんけど、限りなく直近の高値に近くて順調っすね。まだまだ本当の安全圏内は当分長いでしょうというところで、日足いくと25目が緩やかな右上、7 MA は角度変わらないも現在はあれですか、ロウソクが触りかけとるんだ。というのもここ4日5日ぐらいロウソク的にレンジの幅が続いて、やはり5日6日前に高値更新した後が伸び悩んどるとこですね。4時間行くとこちらもあれですか、一緒っすね。朝方5時に長いのつけて一気に25目下抜いて、現在はロウソクがなんとかあれですか、25目ぐらいのところで耐えとるとこですか。珍しいな、これだけ他のとこが弱くてビットコインだけ強いっていうのが。ニュース的なネタじゃなくて多分あれでしょうね、最終心理的な問題が大きいんだろうなってところで。はい、次はライトコイン。週足25目7目角度変わらず画前順調、ただ週的にどうでしょう、久しぶりにあれですね、赤の色を見たということでマイナス形状しそうかどうかというところで、高値更新までは至らず、ここら辺がどうかということですね。久しぶりですね、本当に1ヶ月以上強いなこの相場は、やっとこんなマイナスの色が見れるというところで、日足いくとそれもそのはずで25目の角度変わらないも、7目がやや右下向いて、ロソクが25目触りかけとるとこですもんね。久しぶり？そうだな、6月4日だから20日ぶりぐらいにロソクが25目触りかけたとこですね。日足の強いな、それだけ喋っていっても内容として。4時間行くとこちらはもう完全こけてますね。25目右下向いて7目右下急角度、やはり同じ時間の朝5時、ここで長いのつけて99目目までカッツンと下抜いてって、現在は買い離れた99 MA の下にロウソクいます。今までが上げすぎだで、まあ妥当でしょうね。ここら辺のところが今度また拾っていく場面ないから、ただこれでも前日比 4% しか下げてないとかでかいですね、いかに貯金があるかというところで。はい、じゃあ次はイオス。週足25目7目角度変わらないもロウソクがどうでしょう、7 MA を下抜けそうかどうかっていう半分ぐらい足も与えとるところで、やっと久しぶりのピンチに来たってところですよ。7 MA ぐらいだから全く問題ないんですけどね、ここまでやっぱ今度さすがに相場環境変えるほどの動きにはならんはずで、冷やしていくとこちらはもうすでにこけてますね。25 MA 右下向いて7 MA が水平銀もロウソクが25 MA 触っとるところで、前日比がこれで上位の中でも 7% と一番下げていて、 SV が 8% あるか、どれぐらいの相場なんでしょうと想像しつつ4時間行ってみるとがっつりやられましたね。時間帯的には朝5時なんだけど、これ4時間足でめっちゃ長いのつけて4時間足の範囲内で安値切り下げてますもんね、もう瞬間的に。これで一気に 99MA まで下抜いてって、一応現在はなんとかあれですね、 99MA に近いところまで戻しましたけど、なんだろうねこの瞬間的な安値は。一気に売られましたね。ニュース的なネタは全くわからんですね、なんでしょうね。イオスだけほんと集中的にやられてるところで。はい、次はバイナンス。トランザクション速度とか、この今見とるチャート含めたところのバイナンスプラットフォームの取引所のリニューアルじゃないけど、アップデートとか改善してった割にはそこまであれなんだ、前日比換算で 3% 強ほど下げておくと、まあ、ようわからんなというところで。チャート的に言えば25目7目角度変わらず、ロウソクも帰り離れて高値更新していないだけで、一応はマイナス形状の赤色してますけど、どうなるか未来は分からず、順調っては順調ですよね、本当に。日足いくと、25目の角度変わらないも、7目がやや右下向いて、ロウソクが一応7目を下抜いていますと。これぐらいではこけてきたとこですか。では4時間いくと、こちらは当然顕著ですね。25目も7目も右下向いて、現在は99目触るぐらいまでロウソクしていますと。売られた時間がある程度類似しますね。そこまで長い足じゃないけど、朝5時とかもまあまあ売られてるし、いいネタが出ても下がってことはようわからんですね。トータル的には上げとんですけど。はい、と次は SV。本日一応時価総額上位で一番下げた8% 以上の SV でいくと、ただこれでもあれか、 30MA、7MA 角度変えるほどじゃないんだ。ただロウソク的にはこれあれか、瞬間的につけた安値が 7MA に触るぐらいのところまで来たんだ。そんなにあれか、 8% ぐらいでそんなつくんだ。では順番に日足いってみると、一気ですねこれ。 30MA、7MA 角度変わらないけど、やっぱこのあれだな、安値完全に切り下げて 30MA 貫通してますもんね、下向きに。どんなんでしょうと4時間足いってみると、これもイオスみたいに派手だな、朝5時に4時間足の範囲内で完全安値切り下げてますもんね。今まで築き上げてきたのを一発でひっくり返したところで、 7MA 急激に右か下角度変わって、 30MA ですら右上上げてきたのを緩やかで右下に変えて、こんだけ長いの付けられですよね。その後は戻してますけど、なんでしょうね、 EOS と SV はもう集中的にこれ瞬間的な安値つけるとこまで売られとって、ネタ的にはよくわかりませんということで。はい、とそれで次はテザー。面白いですね、ビットコインとイーサだけ上げて他の下げどんな
ステーブルコインのテザー 1% いかんぐらいでもプラスあってもいいんじゃないかなというのは、前日比でマイナス 1% ぐらいで、ただチャート的にはステーブルコインらしくめちゃくちゃそんな上下変動はなくて、海流離れたってでもこの程度だから誤差の範囲ですよね。ニュース的にも特に出とるっていうわけじゃなくて、なんか久しぶりにあれですね、ステーブルコインのテザーと他のトークンとアルトコイン以外のビットコインと時価総額と連動し動きではなくて、あんまり過去の傾向を本日は馴染っていないというところで。はい、次は体の 25MA、7MA 順調で、特に 7MA が角度ついてきて、ロウソクもなんとかあれですもんね。高値じわじわとそんな急激じゃないけど更新しとって、堅実っていうチャートですよね。ただこれでも前日比 4% 弱ぐらい下げて。では日足行ってみると、7MA が角度緩くなってきたんだ。25MA が角度緩くなってきたんだ。ただ 7MA に関してはそこまで角度変えることじゃなくて、ロウソクがでもあれか、4日5日ぐらいそこまで大きな動きなくて、めちゃくちゃ割れか、環境変えるほどじゃないけど、じわじわ上昇しとるとこっすか。4時間行くと、ただここではコケかけとんだ。これもあれか、ビットコインに類似するとこで、高値更新した後の夜中の1時台、ここで4時間足ですね、5時まで。そこで下げてって、特にみんなが下げた朝の5時から、ここでは割と長いのつけて、25MA まで下抜きましたと。ここが本当売られゾーンですね。特に SV EOS はもう瞬間的な安値4時間足の範囲内でつけるほど強烈な下げ方して、カルダノだってそこそこあれですよね、足がここまで来てるんだから、なんでしょうね、全体的になんか一銘柄という感じはないというところで。はい、じゃあそれで最後はドル円、昨日の同時刻から追っかけていきますと、短期中期を上向いたところ 107.4 銭ぐらいのところ、そこをじわじわ移動しながらロンドン入った後6時とか、ここで割と長いのつけて短期一気に上抜いて、逆にそこからあれか、まだじわじわしてニューヨーク入って短期触るも、そこからまた抜いていくんだ、 107.6 銭とか行って、それで夜中ニューヨークを推移しつつ朝方アジアに入って、ここで一回あれか短期を下抜くんだ、 107. それでも6銭ぐらいとかあれですよね、前日比に比べ上げとうでしょうね。中期に関しては全く角度変えずに、短期の上で動いてるだけだからそこまであれか、相場影響なくて、特に朝11時、ここで長いのつけて一気に108円いきましたと。それで短期も乖離離して、中期からかなり乖離離して、現在時間では 108.1 銭が見えとるぐらいです。戻してきたとこですね、1時間足に関しては。日足行くと、こちらでなんとかあれか。中期の角度変わらんけど、短期の角度が水平までいかんけど緩くなって、ロウソクがどうでしょう、4分の3ぐらい頭出してきたとこですか。完全に抜いて帰り離れるわけじゃないでしょう。どうでしょう、ここら辺が復活の目指しになるのか。もちろんまだ移動平均線を上向いてないんで、再度ショートポジションと思って打っていくか。たださすがにこれ短期といえど1回2回3回目ですよ。これが5回も6回も続くと思えんだけど、もうここら辺ぐらい多分頭打ちになって底打ちになるんじゃないかなって勝手な想像で、だいたい3、4回ぐらいじゃないかなと思ってるんですけど、だからここら辺であのショートを取るっていうのはちょっとやりたくないですよね。待ちたいですよね、ちゃんとそっちの方向へ動くのかどうか、見切り発車したいですよね。ここら辺なら多分見切り発車しちゃうけど。で、週足行ってみると。ただこちらの相場環境はまだまだですね。中期の角度変わらず、当然短期も右下で、ロウソクも乖離離れて、これぐらい戻しあれでしょうね。100、そうだな、9円見えるぐらいならんと、多分ロウソクと移動平均線の乖離はつまらんでしょうね。そうだな、こうやっていっとると、カーンってまた来るんであれですね、これが起爆剤になればいいのかなと、どうかと思ってますけど。はい、ということで、もう本日は当然ビットコインでしょうね。強いのがこれ、全体的にこの時間、財布チャートでいうと朝の4時から、バイナンスチャートでいうと朝の5時から、ここの4時間足でみんな長いのつけて、特に EOS と SV なんかは 7%、8% ぐらいの、もう4時間足で安値切り下げぐらいのすっげー長いのつけて下がってたんですけど、ビットコインに関してはここで耐えてその後上げとるからですよね。この下げで 20MA に触ってないですもんね。他のはもうここら辺で 25MA ぐらい軒並みやられてるんで。強いですね、ビットコインだから相変わらず。だからあれでしょうね、時価総額1位のところがこれだけ上がっとるもんで、時価総額も集中して上がったんでしょうね。やっぱ下の方が上がるより、ほんとビットコインの 1% とかの方がでかいんだろうな、割合として。地味にでかいのがフォビグローバルのフォビトークンが時価総額19位に来て、久しぶりじゃないですね、これ。19位以内にフォビトークンが出てきたのが。これでネイティブトークンとしての取引所トークンもバイナンスに続いてっていうところで、取引所があれですね、やっぱなかなか開発とか含めて強くなってきますわね、いろんな分野でトータル的にっていう意味で。ただ本日的な相場は非常に面白くて、本当ビットコイン一極集中で、他のとこは特に朝の5時ぐらい、ここら辺でカッツン長いのにつけてやられてるんだけど、ただ週足相場環境を変えるほどの動きしとるのはないんで、まだまだあれですよね。ただビットコインが上がって時価総額がこれだけ増えるというのは、いかにあれですよね、やっぱりどうしてもビットコインに
仮想通貨のシンボル的な集中はあるわなってところで、久しぶりになんか本当珍しい動きで、他のトークンが下げてもテザーも下げていくし、珍しいですね、ビットコインだけ強いっていうのも。王者の貫禄を今後見せれるかどうかですけど、金融商品としていろんな取引所になるから、やはり途中も言った通りショートを焼いていったのが大衆心理的な相乗ではないかなと勝手に思っていますということで、はい、ということでそんな感じで、以上2019年6月27日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場考察でした。そんな感じで、やっぱりドル円どうでしょうね、こっからのショートはちょっと怖いんですけど。